琴の葉姉妹です。姉の茜と妹の葵です。葵、今回は市販されてて、お気に入りで使ってきた商品をささっと紹介してくれ。懐かしい感じね。資生堂、白、アクティブメラノリリーサー、美白化粧水 120ml、3700円。白は、かなり長く使ってるね。そうやな、発売当初よりかなり値下げしたしな。美白が目標なら、使いたい商品だしね。資生堂白、メラノフォーカス V45g、9400円。高いけど、よかったよね。資生堂白、メラノディフェンスパワーライザー、美白泡状乳液、120g、8898円。珍しい泡状の乳液ですが、高値ですね。資生堂白、メラノディープモイスチャー、100g、4240円。白を使うときは、ライン使いがいいですね。泡状じゃない乳液も紹介しとくわ。資生堂白、インナーメラノディフェンサー、美白乳液、120ml、5500円。全体的に、こんな高かったっけ？そうやな、高く感じるな。今回は、Amazon での値段で紹介しています。ドラッグストアとかなら、もうちょい安いんちゃうかな。すごく喋って説明してるね。この頃は、若かったな。そんな昔じゃないよ。何年前かわからけど、30代やで。まあ、そういう意味では若いね。もう40代になってもたしな。ドン、マイ。人として、しっかりしないとは思ってるんやけどな。人間の本質なんて、変わらないよ。そうやるな。酔っ払ったり運転すると、人が変わるってあるけど、ただ、そいつの本性が出てるだけでしょ。青い、なんかあったんか。別に、エリカ様になっとるやんけ。もう、それ自体が古いよ。気をつけるわ。まだ喋ってるね。何をそんなに話すことあったんやろな。あ、今のすごく言われたよね。右側をしょっちゅう見るから、誰かいるのかってな。人前でこんな撮影できませんよ。この部屋に来るような物好きもおらんな。白の紹介が終わりましたね。全然ささっとやないな。まあまあ、いいじゃない。キュレルヒストラブルケア泡洗顔料 150ml 1320円。キュレル、黄緑色のヒストラブルシリーズだね。ニキビやテカリで悩んでる人にはいいかもな。夏場に使う頻度を多くするのもありだね。キュレルヒストラブルケア化粧水 150ml 1980円。お求めやすいですね。キュレルヒストラブルケア保湿ジェル 120ml 1980円。さすがコスパ最高のキュレル。にしてもよく喋っとるな。今では考えられないね。喋っとったらこのチャンネルどうなっとったやろな。投稿頻度は違っただろうね。それが良かったのか悪かったのかはわからんな。こうしてレバって考えるのは時間の無駄だし、そうですね。イフはないのよ、人生にも。葵さん。次は好きなアルージェだよ。アルージェモイスチャーミストローション2。150ml、2210円。アルージェは、よく使ったね。アルージェ、ホワイトニングミストセラム、100ml、3200円。これは特に使ったね。そやな、アルージェはどれも良かったけど、この2つは、
かなりお気に入りやったな。どれくらいお気に入りだった？ゆるキャンやスパイファミリーぐらいやな。なるほど。あんまりか。別に。気に入っとるやんけ。別に。最近では、弓美容皮膚科クリニックさんで購入できるドクターズコスメを紹介してましたが、価格や診察が必要なものが多いのがネックなようでしたね。なので、今回の動画になったけど、投稿者の趣味が入ってるから、ドクターズコスメの紹介はまだまだ続くで。姿を見せろという DM がすごいね。こんな40に需要があるのか疑問やけどな。アルージェの、いいツーショットね。ロイドと夜みたいやな。影響を受けすぎ。アーニャとは、髪色かぶっとうねんけどな。可愛さは、かぶってないね。え、葵さん。次の商品出てるよ。無印、導入化粧液 400ml、1990円。無印、敏感肌用薬用美白化粧水 400ml、2290円。無印、敏感肌用薬用美白クリーム 45g 1390円。コスパ最強の無印良品。ラスボス感プンプンやな。高品質大容量低価格トリプルスリーやで。いろんなシリーズがあって売り場を見るだけでも楽しいね。弓美容皮膚科クリニックさんでドクターズコスメを知ってからは何も買わなくなったけどな。知ってしまったら、そうなるね。弓美容皮膚科クリニックさんのラグジュアリーコースを紹介したかってんけど、ちょっとスタッフさんに教えてもらわないといけないとこがあるから、まだ先になるね。前に聞いたと思うねんけど、覚えてないんよな。失礼な話ね。でもう終わってるよ。ほんまやな。では、またお会いしましょう。さよなら。今日は、なんか毒舌でしたね。別に。